木村と爆笑コムのスタートです。はい、本日の企画はですね、全く、まあ、漫画特にワンピースに触れたことがない下連に、今回このコンビニ等々で売ってますワンピースの第22話までのこの分厚いやつを読ませてみて、嫌です、酔わせてみて酔わせてみて感想を聞いた上で、今後ワンピースの展開どうなるのって、今こうワンピースの考察っていうのがめちゃくちゃ熱いんですよね。まあそこをもう現日本チャンピオンの下連に聞いてみたら、何のまあ全然関係ないですけど、まあビートボクス日本チャンプに、まあ、考察してもらったら意外と当たるんじゃないのっていう面白い回でございます。よろしくお願いします。ただ今回僕とカームが、まあ、めっちゃワンピース好きで、まあ、一応全話読んでる、はい、全話ジャンプで読んでます。そうなんです、ジャンプまで追いついてる派と、定期購読全く読んでない人と、ふんわり知ってる人の4人立てでお送りしていきたいと思います。はいねー、はい、じゃあ今回このワンピース下村さんに読んでもらおうと言いたいところなんですけど、まあ、すでに読んでもらいました。実は今日の朝まで読んでました。読んでもらいました。はい、まあざっくり触れてみて、なんか買ってどうとかある？いや正直ね、これ読む前ね、本当に嫌だったわけ。この分厚さ俺からしたらもう本当に読みたくないの。ハリポタグラスに本が嫌ですもんね。そうそう、本が嫌い、読み文字読むのが嫌いだから。卵焼きぐらい嫌なんだけど、卵焼きによるな。なので3分の1ぐらいまで行ったところからね、結構ね面白かった。おいや、まだ次気になる、次気になるって最後行きましたね。おすごい、白銀だね。素晴らしい、ね、そうこれが漫画なんですよ。なるほどね。いや、まあ、ただ、はい、続きを読みたいとは思わ、あ、まあ、まだいやこっからですよ。うん、あったら読んじゃう。あったら、いやどうだろうな。いや正直読んでる時間は無駄に感じた。面白かったけどね。まあここまではまあまだ正直、あーあのね、あのちょっとバニー倒し終わったところまでなんですよね。あとなんだっけ、このガイモン、そうガイモンが出てきたところで終わりなんですよ。はいはい、まあワンピース知ってる方なら思うと思うんですけど、まあこっからじゃないですか正直ね。あでまあその感想はまあ正直たまあそうなんかなって感じがします。いやでも全然面白かったわ。漫画ってそうっすよね。こっから爆発的に面白くなる。めちゃくちゃ面白くなる。めちゃくちゃ面白くなる。何でもそう、何でもそう。アロバクドーン、アロバスバーン。全てにおいてそうですね、漫画はね。あ、そうだ。あらすじを振り返りましょうか、じゃあ。はい。ちょっとむずいな、まとめるの。なるって。まあでも、まず最初思ったのは、まあ、ルフィは、なんだかんだ知ってるじゃないですか。別にワンピース読んでなくてもね。でも知ってはいたんですけど、まさか子供の頃から始まるとは思ってなくて。なるほどなるほど。そう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 。まあそこでなんかまず僕の見たことないルフィが登場して、なるほどなるほど、確かに。17歳のルフィしか知らないで、なんか急に10年飛んだのよ。そうですね。急に10年飛んで、まあ、そこの話はないんだとか思ったけど、まあそっからまあ。シャンクスの出会いがあったんですよね。あ、そうだね。そうですね。まあストーリー的には、まあ、まずその海賊の、まあ、仲間としては、まあまずゾロ、ダミ、以上です。しか出てないな。ね、はい、順々で仲間になったと。そうですね。はい、でまあその都度なんかまあ敵が出てくるみたいな。まあまあまあ、でもなんか簡単に言うとまあそうだな、その敵を倒しながら仲間を見つけながらみたいなの繰り返しみたいな感じで、うん、そうですね、ざっくり王道漫画です。ガイモンとバイバイ勝利。そうですね、最後ちょっとこうなんかこう次回に続きそうな予感があって終わりました。うん、でもいい終わり方だよ、なんか続き気にならないっていうかさ、なんかあ、そう、話としてはすっきり終わってるこの3回。え、そう思った。確かに確かに。いや俺ね、このまあこの中に第1話第2話第3話ってあるじゃないですか。でそのまあ、例えば10話まで読みましたってなったら、うわ次11話読みてーってなってたのよ。じゃあこのままだと この本読み終わった後次行きたくなっちゃうぞとか思ってたの、ちょっと心配だったわけ。でもそしたら意外とこうスッキリ終われた。確かに確かに。そうだな、本当に初心者向けの3巻分だよねこれ。多分そんぐらいなんじゃない。3巻分をまとめた、まあ入門書。そう、入門書みたいな。だからこれで一応読み切れはするな。え、これ全部読むとなると、これどんぐらい、何巻分ぐらいなの？今、100巻が出たので、これは30倍ぐらい。これは30倍。今、1025
話かな、来週、来週で1025話だから、そうだね、話数で言うとあと1000話ございます。はい、ということで、まあ読んでもらったわけなんですけれども、はい、まあちょっとこの我々ワンピース大好き組からちょっと島根に質問していって、まあ、考察なりちょっとクイズしてもらおうかなと思います。まあクイズでもないんですから、まあちょっと質問しよう。俺らにも分からないことがあるんで、はい、ちょっとこの現日本チャンピオンに聞いて、うん、ワンピース今後の展開を教えてもらおうと、そう、ぶち当ててもらおうかなと思います。絶対こっちが考察した方がいいんだよ。それはそうなんだけど、そうだ、それはそうなんだ、俺らは帰った方がいいな。逆にこの時点での考察がちょっと聞きたいよね。なるほどね。だってこれさ、あのここからじゃないでしょ、もうあのこれ読んだシモレンが今最新のストーリーのその先を考察ってことです。そうです、はい。そういうことかアメリカは知ってるとこを考察するじゃない。次ウソップと出会うとかじゃないんだよね、もうね。うん、すげえんだ。もう大喜利なんだよ、これは。ラストを予想してもらうみたいな。なるほど。ちょっとこの企画はですね、あの東京ホテイソンさんですね、あのコンビ芸人の方の、まあ、ちょっと企画をもうほぼほぼ書いてきたような形なんですけど、あのちょっと我々もやらせていただきます、よろしくお願いします。はい、ということで一つ目なんですけど、ワンピースって何？え？一つなぎの大秘宝。そう、一つなぎの大秘宝って何だと思う？いや、まあ、普通に、いや、まあ、まあ、まあお金とかじゃない。あー、ええ、お金ね。はいはい、いや普通に考えたらお金が最初に出てくるわ。なるほど、なるほど、そうね。海賊が集める宝って言ったら、そう、金貨とかね、うん、そういうもんね。はい、序盤デルフィーが、はい、仲間10人は欲しいなって言ってたんですけど、ああ確かに、今後どんな仲間が増えると思いますか。あーむずいねー、これいいですね。まあその海賊やるにも、まあ、船のなんか役職がいろいろ必要なんです。あ確かにね、どんな役職が増えるとか。だからナミは航海士ってるから、そうそうそう、航海士ね、していられたと、うん、で、なんだろう、まあゾロは戦闘要員じゃん。そうですね、戦闘要員。あ、はい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 、はい、あでもさっきの戦闘要員で言うと、うん、その別の悪魔の実を食べた人も仲間に入りそうだなって、うん、あなるほど、うん、はい、こう長い旅をするにあったって、まあ、必要な役職っていろいろあると思いますけど、そうそう、なんか思いつくのとかあったりする。戦いだけじゃないもん。そう、生活することにおいてね。あー、シェフ、シェフ、あー、シェフ、おー、シェフがいてね。なるほど。まああとあれかな、DIY、あー、家具作るとか、あとは、なんだろう、医者とか。おー、うん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 、もう知ってる人の出てきたの。知ってる人の出てきたの。ちゃんと的確。ちゃんと的確だ。やっぱり日本チャンピオンって考えてる。今後出てきそうな悪魔の実、どんな。これいい質問ですね。いやこれ確かにね、まあ、いろんなのがもうすでに出てきてますけど、今はゴンゴムとバラバラしか見てない、ね、そうですね、うん、でも集合出てくるから多分結構当たると思う。死なないとかじゃない。あーでも結構また出てるかも。結構また出てるかも。うん、あるある。あーあるね、確かにまた出てるわ、うん、そうだ。でも悪魔の実って名前の法則あるじゃん。あー、確かに確かに確かに。ただ名前も考えてみるでしょ。そうだね。まあ林もなんかふんわり知ってるぜなんで、こんなんあんじゃねみたいなのあったら、あ面白いかも。全然違う気がするけど、五感で今思いついたのはモグモグの実だ、うん、おお。俺も全く同じこと考えた。モグモグって何、どういうモグモグなの。あ、食べるモグモグ。あーいや違う、惜しいな。ニアピンだし、モグモグもニアピンだし。モグモグで食べる以外に使う。なんだ、動物がいるじゃん。あ、そうです。ああ、ミスメリークリスマス。はい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 、ミスメリークリスマス。モグモグの。なるほどね、潜れるってことか。モグラ人間です。モグラ人間です、はい、ああ、そういうのもあるのか。で、ちなみにモグモグもあるんですよ。バクバクがあるね。そう、あー、ね、あー、バクバク食べるんで、バクバクの実って。何、食べちゃうの。何でも食べれる。人も、まあ、でも食べちゃう。あ、人も食べる。ああ、それで殺せるってこと。まあ、殺し、なんかちょっとネタバレなんだよ。あ、まあ、そんな大事なネタバレでもないんだけど。パタパタの実。どういうの。飛ぶ。ああ、パタ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 。そうやつ。羽羽の実みたいな。結構動物系の悪魔の実多いわけよ。ああ、うん、そうだ。最近飛ぶやつといえば、まあ、ウサウサの実。ウサウサギ。鳥鳥。あ、鳥鳥。あ、そう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 。鳥鳥は
そうですね。動物って言われたからウサギが出てきちゃった。俺もさっきウサギって。可愛い。可愛い。ウサギってないよな。トゲトゲの実。おお。ミスダブルフィンガー。ミスダブルフィンガーね。おお。いるんですね。結構ね、同じ組織から出てるわ。モグモグもそうだけど。あ、そう。うん、同じ組織の人間からこう出てるわ、ちょうど。トゲトゲしてる。あ、トゲトゲしてる。おお。ああ、もう一個同じ組織で出してほしいな。同じ組織なのか。絶対無理だろ。花花の実とかある。ああ、え、知らん、次出したそれ今出した。お、すごっ。出した、すごっ。いや、花花あるから。はいはいはい、同じ組織。同じ組織だ。おお、ミスさん、ミス、オルサン、オルサンデだ、ミスオルサンデ。すごっ。怖っ。はい、ありがとうございます。ルフィの、あの、まだこの間で出てきてない概念なんですけど、あの、海賊って懸賞金かけられるんですよね。最終的にいくらになると思います？え、懸賞金って何だっけ？懸賞金ってのは、まあ、あの、指名手配犯にさ、賞金がかかれるじゃない。現世でも、じゃあルフィをこう捕まえて、その海軍のとこに連れてったら、そのお金もらえるよっていう。そうそう、それはいくらぐらいかかってる？参考として、まあ、アルビラは500万ベリーです。あー、アルビラは500万ベリー。安っと言っちゃった。チョッパの次だったんですよ。マリーは1500万ベリーですね。はいはいはい。はい、10K。たけー、たけたけー、たけで、どんだね。K、 奥長 K だよね。奥長 K、 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 あ、そうか。漫画の中に出てくる数字としてさ、 K ってあんま夢ないよね。ない、夢ない。俺わかんないけど、なんかせいぜい言って長な気がする。まあ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 、そうだね。あ、そうか。え、でも言って1兆とかなのか。じゃあ行かないから、兆は行かない。100億。現時点で一番高いとされている懸賞金が、その亡くなったゴールドロジャーで55億6480万ベリーね。はいはいはい。まあ55億台がいません。120億。ああ、でもいい数字だ。まあまあまあ、いい数字な。はい、ということでやってみました。全くワンピース知らない人にワンピース読ませて考察させる回でしたけども、はい、どうでした？さあ、ワンピース詳しく知ってる人からしてどうでした？懸賞金の下りが、まあ確かに何も知らないとそんぐらい金額になるかと思った。うん。上限わかんないから。そうそうです。そうそうそう。うん、まず億超えるだけでもすごいね。一人にかかってる金額だもんね。あと、悪魔の実の時に出た奇跡的な回。ああ、そうだね。すごかったね。花々が一番すごい。完全に。ということで、皆さんはワンピース何編が好きですか？僕はウォーターセブンとニエスロビーです。皆さんもワンピース読んでない方は、ぜひ読んでみてください。あの、マジで面白いんで。あの、もしワンピースが最終回を迎えたら、あの、ニュースクーラーチャンネルは、あの、1週間ワンピース企画しかやらないということで。ということで、今日の企画が面白かったなと思った方は、チャンネル登録と、高評価とコメント、よろしくお願いします。以上、ニュースクーラーでした。バイバイ。バイバイ。I don't wanna mop, 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 mop. I don't want nobody, baby. Cruise. Cruise. Bye. Nice, bro. Freedom, baby.